ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、無実の罪をかけた村に凄まじい呪いで復讐する話を紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、夢見という話だ。夢見？一体どんな話なんだろう？本当に恐ろしい話だぞ。なお、この話には少しグロテスクな表現がありますので、ご注意ください。それでは聞いていただこう。10年近く前の話だが書かせてもらう。もう高校を卒業する間近の話だ。進路も決まり、進学ではなく就職することになった私は、毎日暇を潰すことだけを考えていた。そんなある日、友人から近くの山のふもとにある、廃寺に行こうと誘いがあった。何度か行ったことはあったが、この暇をどうにかしてくれるなら、とついていくことにした。メンバーは、A と A の彼女 E とその友達の K だ。A の彼女とは面識はあったが、K とは初対面だった。意外とタイプでテンションもかなり上がり、4人でワイワイ騒ぎながら歩いていった。廃寺まではそう遠くなく、すぐに到着した。何度か来たことがあるとはいえ、夜の廃寺などいいもんではなく、4人とも一気に静まり返った。何度か来たが、やっぱり雰囲気悪いよな。まあなあ、いいもんではないわな。廃寺だもんよ。私は初めてだよ。本当になんか嫌な感じだね。K は来たことあるんだよね。うん、彼氏と来たことあるよ。なぬ、彼氏など聞いてないぞ。となり、上がっていたテンションも急降下。帰りたくなった私は、自分勝手に言った。もうよくね、ある程度見たし、帰ろうや。そうだな、結構遅いし、帰るか。と帰る準備を始めてた時に、突然 K が、なんか階段みたいなのがある。と言い出した。見てみると、地下の貯蔵庫的なところに続く階段だった。今までは気づかなかったが、確かに階段があった。ここでやめておけばいいのに、好奇心旺盛な私は、テンションを急上昇させ、入ってみようとみんなに言ったが、A も E もやめた方がいいと嫌がっていた。だが K は、私は行く。とノリよく言い、二人で行くこととなった。A と E は、もしものことを考え、上で待つことになり、懐中電灯を持ち、二人で階段を降りていった。階段はあまり長くなく、すぐに降り終わった。そこには、10畳ほどの、やはり貯蔵庫というか倉庫があり、本やら何やら、無造作に積まれてあっただけだった。なんだ、つまんねえの、古い本とかばっかじゃん。本当、何かお宝的なもの期待したのに。お前は金目のものが目的かい？と思いながら物色していると、一番奥に、壁に直接埋められた仏壇のようなものがあった。あ、金庫発見。いやいや、明らかに仏壇じゃね？と思いながら、K を無視し、仏壇の前まで行った。仏壇の扉を開くと、中央に何枚かお札が貼ってあり、うわぁ、これはないわと触れずに行こうとすると、K が空気を全く読まず、いきなり力任せに仏壇を開いた。お札はビリビリと破れ、埃を巻き上げながら、仏壇の扉は開かれた。仏壇の中は、何もない？と思ったが、隅の方に、腐った切り箱が置いてあった。K がおもむろに切り箱を取り出し、蓋を開けると、中には丸い、鈍く光る玉が入っていた。玉を見た瞬間に、背筋に寒気が走り、一瞬気が遠くなるような感じがした。K はなんともないようで、綺麗、これ私が開けたから、私のだからね。と嬉しそうに玉を見つめていた。バカ、なところに入ってたんだから、いいもののはずないだろが、早く戻せ。もう、怖がりだな、私くんは。なんともないって。と、笑顔でスタスタ一人で上に上がっていった。本当に大丈夫なのか？と思ったが、何もあるわけないか？と楽観的に考え、私も上へ上がっていった。上に上がった瞬間、A と E から声を合わせたように、遅い。と言われた。思った以上に長い時間下にいたらしく、時刻は2時を過ぎようとしていた。さすがにヤバいと大急ぎで4人とも帰ることだけを考え、玉の存在など忘れていた。そして、また暇に追われる毎日に戻り、ちょうど1週間が過ぎようという時に、また A から連絡来て、この前のメンバーで家で飲もうとなった。A の家に行くと、私以外は集まっていて、すでに飲み始めている最中だった。お、お疲れ、遅かったじゃん。久しぶり、って1週間くらいか。私くんお疲れ。1週間ぶりだね。一瞬、K と気づかなかった。1週間でこれほど変わるものか、というくらい変わっていた。ナチュラルな化粧は、厚く濃ゆめに、黒ロングの綺麗な髪は、ギャルみたいに盛られていた。K か？めちゃくちゃ変わったな。まあねえ。K はもともとテンション高い感じだったが、前以上にテンションとノリが上がっていた。
なんだよ、いいことあったのかよ、えらい上機嫌じゃん。いいことって言えばいいことかも。そう含み笑いをしている件に、少し不気味さを覚えた。そして4人で飲み始め、就職や進学、たわいのない話をした。A は家業を継ぐんだよな。いや、K はどうすんの？ A は、実家がお雛様や子供用の刀や鎧などを扱う老舗の店をしていた。私は地元の大学に行くよ。A の家の手伝いしながらね。A と E は高1から付き合ってて、ずっと結婚するとか言ってるバカップルだ。当たり前の返事が返ってきた。私はね、したいことがありすぎて、まだわかんないんだ。でもね、何してもうまくいく気がするから、大丈夫だよ。その時は、K の返答は、自信かなんだな、と思えるぐらいのものだったが、ずっと話していくうちに、K の言葉すべてに違和感を感じ始めた。K の言葉には、自信が満ち溢れてる。いや、異常なまでに自信過剰なのだ。自信があるのは悪いことではないが、行き過ぎてる気もするなと考えた時に、あの玉のことを思い出した。そういや K、あの時の玉、どうしたんだよ、しっかり返したのか？なんだよ、玉って。いや、ハイジの地下に降りた時に、K が持って帰っちゃったんだよ。お札とかあったから、いいものじゃないだろ？札？何を持って帰ってきてるんだよ。K、それどうしたんだよ。金庫開けたの私だし、あれ私のだよ。今も持ってるし。そう言ってカバンから玉を取り出した。気のせいか、玉は前と輝き方が違うように見え、前以上に気が遠のく感じがした。なんだよそれ。普通じゃなくね。一瞬気分悪くなったし。どうやら A も私と同じ感覚を覚えたようだった。そんなことないよ。逆にこれ持って帰った日からいい夢ばかり見るし、いいことばっかだよ。詳しく話を聞くと、玉を持ち帰った日から毎日、小さな頃から持っていた様々な望みが叶う夢だけを見るようになり、学校の成績、評価も上がり、雑誌に自分が書いたものが載ったりと、いろいろいいことばかり起こるらしい。なるほど、K の自信はここからか、と思った。だから今までの地味な格好も変え、過剰なまでに自信に満ち溢れてたんだなって。ちょっと見せてみろよ、いいこと悪いこと抜きにしても普通じゃないだろ。そう言って K から玉を取って観察し始めた。石や金属じゃないな。表面に塗ってあるのは、おそらく漆だ。ただ、それだけじゃないな。何か混ぜてある。火曜の関係上、漆などに詳しい A は、まじまじと玉を観察していた。ダメだ、俺じゃわかんねえ。親父に見せたらわかるかもしれないけど。そう言って玉を K に返した。その後もしばらく話しながら飲み、そろそろ遅くなったので解散となった。帰ろうとしてる間際に玄関で A が言った。K、いいことばかりかもしれないけど、普通じゃないことはわかってんだから、すぐに戻せよ。大丈夫だって、私が成功したらみんなにこれを貸してあげるから。そう笑顔でおどけてみせた。それが K の見せる最後の笑顔となった。それからは玉のこともすっかり忘れ、普通の生活に戻っていた。2週間ほど経った夜、暇すぎたので散歩がてらコンビニに行く途中、E と会った。オス、今日は珍しく一人？また喧嘩したのか？ふう、みんないつも一緒にいるとしか思ってないね。まあいいけどさ、そういや、最近 K に会った？いや、飲んだ日以来見てもないけど、どうかした？ここ1週間ほど前から連絡取れないんだ。学校も来てないし、心配しててさ。そっか、病気してんのかもしれないし、今度3人で K の家に行ってみるか。A に伝えといて。そう言ってコンビニに向かった。あんな変な玉、誰が何のために作ったんだろ、親父にでも聞いてみるか。そう思い、自宅に着いた私は親父に聞いてみた。親父、山のふもとのハイジとか知ってる？知ってるが、何かあったのか？いや、最近友達が変な玉見つけてさ、いいことばかり起きるって、少し変でさ。知らんな。俺が小さい頃にはすでにハイジだったし、気になるなら A のじいちゃんにでも聞いてみろ。何かわかるかもな。まあ、次に A の家に行った時にでも聞いてみるか。そう思った時に A から電話があった。本当にやばい、すぐに俺ん家来てくれ、バタバタな。それだけを言い、A は電話を切った。すごい剣幕だったので、本当にやばい何かがあったのだと思い、私は自転車に乗り、すぐに A の家に向かった。A の家は結構近いので5分ほどで着き、外で待機してた A と E に何があったか聞いた。なんだよ、やばいって。まさか妊娠したなんてことじゃねえよな。ふざけてる場合じゃねえよ、K が持ってた玉、あれは絶対いいものじゃない。説明は後でするから、とにかく K の家に急ぐぞ。意味がわからず聞く私に、A はそれだけいい。3人、自転車で K の家へ向かった。道中、ある程度の話は聞いた。やはり、A もいいから K の状態を聞き、玉のことが気になり、じいちゃんなら知ってるかも、と聞いてみたそうだ。じいちゃん、ハイジ知ってるだろ、なんか変な玉見つけたんだけど、何か知ってる？ハイジ、山のふもとのか？なんであんなところに行った？玉はどうした？今も持ってるのか？
いつも面白いじいちゃんからは考えられない真剣な表情だったそうだ。俺が持ってるんじゃないよ、友達が。言いかけた瞬間、すぐに持ってこい。と言われ、私に連絡したということだった。あのじいちゃんが、と私も同じ気持ちになり、無言で、ひたすら K の家まで自転車を走らせた。K の家に到着すると同時に、家から何かが割れる音と、女性の叫び声が聞こえた。これは本当にヤバいんじゃないかと玄関へ急ぎ、チャイムを鳴らしたが、返答はない。鍵は開いていたので、緊急ということで、勝手に上がり、K の部屋に向かった。ドアを開けた瞬間、心臓が止まるかと思った。K の家族は全員 K の部屋にいた。その中心には髪を振り乱し、ブツブツ何か喋り、左手に刃物を持つ K の姿があった。その姿に元の K の面影はなかった。あまりの状況に、3人とも微動だにできず立ちすくんでいた。そんな時に K の姉が、何してんのよ、あんた、本当にお願いだから、そんなの渡して。そう言い近寄ろうとした瞬間、K がすごい勢いで叫びながら刃物を振り回した。幸い K 姉には当たらなかったものの、そんな状況で迂闊に近づけない。私たち三人は言葉で訴えかけた。何してんだよ、危ねえだろ、何があったんだよ。K、お願いだから、そんなの置いて話そう。私たち三人は K を諭すように話しかけたが、K はまるで聞こえていないようにうつむき、ぶつぶつ独り言を言っていた。よく聞くと、K は、私には何もない、どうしようもない。とただそうつぶやいているようだった。誰も身動きが取れず緊迫した状況だったが、ついに K が行動し始めた。K は、まるで男のような叫び声で自分の右腕を刺し始めたのだ。みんな唖然とし、場がまるで凍りついたように静まり返った。しかし、次の瞬間には E の悲鳴とともに、K の家族全員で K を取り押さえにかかった。でも、K は家族など全く意に返さず、こんなの意味ない、いらない。と何度も自分の右腕を刺し続ける。私は、あまりの状況の異様さ、異常さに、体が固まったように動けなかった。だが、そうしてる間も、K は自分を刺し続け、部屋を自分の血で染めていた。あまりにもおびただしい光景に、現実感を持てない私は、顔面蒼白になりながら、ただただ立ちすくむだけだった。まともな思考もできず、助けを求めるように A たちを見ると、A も E も、K 家族と共に K を取り押さえていた。それに感化され、これは今現在、現実に起きてる。そう頭が認識し、現実を取り戻したのか、自然と私も取り押さえに加わった。K は、こんな細い体の、どこにこんな力があるのかと思わんばかりのすごい力で、振りほどこうと暴れていた。みんな必死に K を取り押さえ続け、数分ほど経ち、やっと振りほどくのをやめたかと思えた瞬間、囁くような声で、いらない、私なんていらない。とつぶやき、自分の顔を数度深く切りつけた後に、腹部を深く刺した。K 姉は、泣き叫びながら K の横で座り込み、K 母は、血だらけになりながら、必死に腹部を押さえ、K 父は救急車を呼んでいた。K の腕は、皮だけで繋がってるかのようにぶら下がり、顔は、確実に傷が残るだろうと思えるくらい深く。腹部からはおびただしい量の出血で、部屋は、まさに地獄絵図のようだった。私たち三人は何もできずに震え、立ちすくむ中、救急車は到着し、近所からの通報もあり、警察も来ていた。K は救急車に搬送され、家族は付き添いとして全員ついていき、私たちは事情を話すために警察署に行った。事情聴取というほどのものではなく、簡単な質問をされ、最近の K の様子はどんなものだったかなどの近況を話し、すぐに返されることになった。未成年ということで、3人とも保護者を呼ばれ、私は親父、E は母親、A はじいちゃんが迎えに来てくれ、警察署を出た時だった。A が私の方に来て、ポケットから九段の弾を取り出し、私に見せ、明日、俺ん家に来てくれ。と言ってじいちゃんと帰って行った。親父には色々聞かれたが、適当に返答しながら家路に着き、未だに現実、非現実とも思えないような感覚を感じながら、その晩は眠れず、気がつくと朝を迎えていた。私は顔を洗い、気を引き締め、すべてを聞くために A の家へ向かった。ちょうど、A の家の前で E と鉢合わせた。オス、E も早いな。仕方ねえか、昨日があんなだったし。うん、全然寝れなかったから。やはりEも寝れなかったみたいだ。あんなことがあった後だから、無理はないと思った。K の様子とか聞いたか？朝一番に病院に行ってみたけど、面会謝絶だったし、みんな聞ける様子じゃなかったから。そっか。二人で話していると、家の裏の工場から A とじいちゃんが出てきて、私たちに気づき、こちらにやってきた。二人とも早いな、もう来てたのか。まあ上がれよ。そういった A の左頬は、心なしか赤く腫れていた。A の家へ上げてもらったが、案内されたのは、A の部屋じゃなく、じいちゃんの部屋だった。
じいちゃん今風呂入ってるから少し待っててくれ、飲み物持ってくるから。そう言って部屋を出て行き、二人部屋に残された。昨日帰り際、A が玉を持っていたことである程度予想はしていた。 A は何か分かってて K の家に行ったことを、またじいちゃんからは聞いていたが、私たちには話さず、もしくは話せなかった何かがあるということを。私は張り詰めた緊張感の中に少しの懐疑心を持ち、二人を待った。5分ほど経ち、A とじいちゃんは二人揃って部屋に来た。おお、私、久しぶりだな、元気してたか？久しぶりって、最後に会ってから1ヶ月も経ってないけどね。じいちゃんは、そうだったか？と笑いながら座布団に座った。さて、話す前に。と言いながら立ち上がり、私と A にげんこつした。言ったー。何すんだよ、いきなり、本気だっただろ、今。そのぐらいで済んでよかったと思え。一歩間違えたら、K という娘みたいになってたかもしれなかったんだぞ。そう言われ、私たちは黙るしかなかった。少しの沈黙が流れたが、A が沈黙を破った。俺たちが悪いことしたのは分かってる。でも、私も E もあれがどんなものかも分かってないんだ。説明してやってくれないか、二人も一応当事者だしな。じいちゃんはため息をつきながら、静かに話し出した。あの玉ができたのは、昔、正確な年などは分からないらしいが、相当古くからあるものらしい。昔、まだ睡眠中に見る夢などのメカニズムが解明される以前の時代に、宗介という青年が夢を解き明かそうとしていたそうだ。夢には、本人が知り得ない人物や物が出たり、それらが実在したりする時もある。夢には隠された力があり、隠された力があるなら人のために役立てたいと、様々な人の夢の話を聞きながら、町から町にと流れていた。流れる旅の中、宗介はとある集落にたどり着き、いつものように人々から夢についての話を聞き回っていた。集落の人たちから話を聞いて数日が経ったある日、その集落の長の使いという人物が現れた。ぜひあなたの話を伺いたい、という誘いの話だった。宗介はそれに了解し、長の屋敷に行き、長と話をしていた。どうやら、長の一人娘が毎晩悪夢ばかりを見て、ろくに睡眠も取れてない。それをどうにかできないかという話だった。宗介は、今まで自分が得た知識で人助けになるならと、今で言うセラピーみたいなことを施し、数日後には、娘は悪夢など全く見なくなり、おさは大変喜び、宗介を気に入ったようだった。集落の物を使い、宗介のための家をこさえ、宗介にここに住んでもらいたいとのことだった。宗介は悩んだが、集落の人たちの温かい歓迎を受け、それに承諾し、集落の一員となった。元々の人柄もあり、宗介は集落の人たちから人望を集めていた。一人娘もセラピー以来宗介に心を開いており、おさもいずれは娘の婿として迎え、この集落をまとめてもらいたいと考えていた。だが、それを気に入らない人物がいた。おさの使いで、使用人の男だ。彼は元々野心家で、使用人になったのも、一人娘を自分のものとし、いずれは自分が集落のおさになるためだった。だから、宗介の存在がどうしようもなく疎ましかった。そのため、どうにかできないかと考えていたある日、他の使用人が、一人娘の話をしているのを偶然聞き、それを利用しようと考えた。一人娘は、毎晩色欲の夢ばかり見るという話だった。完全な箱入り娘だったため、使用人以外の男と会話すらしたことなく、年齢的にも考えておかしくはない年だった。普通に考えて、娘は宗介に好意があったのは間違いない。決して悪いことではない。だが、それも言い方一つで悪い方に向かわせれる。使用人は、おさにこう話した。最近一人娘が色夢ばかり見るのは、おさの地位目当てに、一人娘を自分のものにするために、宗介が仕組んだことだ。最初からこのつもりで近づいたことだ。と、おさは憤慨した。そんなことしなくても、いずれはおさの地位を継がせるつもりなのに、そんな形で今までの信頼を裏切るなんて、絶対許せることではない。おさは宗介を呼び出し、責め立てた。宗介は身に覚えがないと訴えたが、おさはまるで聞く耳を持たなかった。密告人は長年付き従った使用人。それに加え、夢を操れる人物など、宗介以外に考えられなかったからだ。おさは、宗介に2週間の猶予を与え、その間に色夢をやめさせないと、ただでは置かないと言った。宗介は、どうにかしようとあらゆる手を尽くしたが、すべて逆効果だった。なんせ、娘からしたら、慕っている人物が目の前にいるのだ。色夢はやむどころか、膨らむばかりだった。その間に使用人は、集落の人々にも宗介の話をし、あることないことを言い回し、宗介の人望を消し去った。今まで温かかった人たちは、嘘のように冷たく、宗介を避け、宗介は孤立した。
今までは周りの人の手伝いなどをし、食料を分けてもらっていたが、それすらもなくなった。宗介は絶望した。今までの周りの人々の信頼関係は崩れ去り、食うものもなく、宗介はひたすら追い込まれ、ついには狂った。狂人と化した宗介は、おぞましいことを考えた。夢は頭の中で見るもの、ならば頭の中を直接見ればいいと。普通に考えれば、まるで意味のないことだが、狂った宗介には、そう考えること自体に意味がなかった。ただひたすら夢だけを考え、追い求めた。旅人を襲い、狩りに出た集落の人を襲い、頭を割り、脳を取り出し、家で食えるように見続けた。そして10日が過ぎようとしたある日、変わり果てた宗介が屋敷に現れ、一つの玉を差し出した。これがあれば、四季夢など消え、さらに、いい夢だけを見れると言い残し、宗介は去っていった。宗介の言い残した通り、娘に玉を持たせると、四季夢などあっさりなくなり、自分にとって、都合のいい夢ばかり見るようになった。これをよしとし、宗介を許し、すべてが丸く収まったように思えたが、もちろんそれでは済まなかった。一週間も経たないうちに、ことは起こった。K のように、一人娘は自分の体を傷つけ、自害したのだった。その異様さに、おさは宗介が渡した玉が原因と思い探したが、玉は一向に見つからなかった。宗介も集落から姿を消し、一向に行方はつかめなかった。そして、本当の悪夢が集落を襲った。集落全体に、玉が見せる夢が感染し始めた。皆一様に都合の良い夢を見て、ある程度の期間が来たら、一人娘のように、体を切り刻み、自害した。おさは恐れた。これは宗介が起こした呪いだと。呪いなどに全く知識のない人々は夢を恐れ、次は自分かもしれない、と夢を見ることを避けるように眠れない日々を過ごした。そんなある日、集落に旅の僧侶が骨敷に来たが、集落の状況を察知し、おさの屋敷を訪れた。おさから事情を聞き、おそらく玉を見つけ、どうにかしない限り、この状況を切り開く術はないと告げた。僧侶は、おさと集落の者数人を引き連れ、宗介の家へ向かった。宗介の家は一度調べたと言ったが、間違いなく玉は家にある、と僧侶は言い、宗介の家を調べた。やはり何もないと思われたが、僧侶は床下を掘ってくれと言い、集落の人数人で床下を掘った結果、大事そうに4つの玉を抱える、腐乱した宗介の死体が見つかったのだった。僧侶は、まがまがしく光る玉を見た瞬間に、吐き気を抑えるように口を押さえ、みんなにこう伝えた。僧侶の友人の人形技師に、至急来るように伝えてくれと、それまでこの家に誰も近づけてはいけないと。そして数日が経った晩に人形技師が集落に訪れ、僧侶と話し、宗介の家に入っていった。明くる日の朝、二人は家から出てきた。四つの桐箱と共に。そして僧侶は宗介の家で行われたことを、玉がどのように作られたかを、おさたちに話した。それはおぞましい所業だった。人の脳を凝縮し、人骨の肺と血を混ぜ、凝縮した脳に塗り固め、漆に宗介本人の血を混ぜ、一塗りするたびに自分の体に傷をつけていく。一塗り一塗りに最上級の憎悪を込めて、決して憎悪を減らさないように、己の体を傷つけてまで。そうして玉は完成した。僧侶は、夢見という下法だと言った。どこで宗介が知ったかはわからないが、とても危険な邪法とのことだった。この夢見には、完成度と決め事があり、完成度は見た目の輝きで決まり、必ず4つ作らなければならないとのことだった。その玉は、完成度の低い順に、死の玉、3の玉、2の玉、そして最密度、最高完成度のものを、一なる玉、というとのことだ。僧侶と人形技師は、直接呪いのかけられた集落のものではないので、彼らには、一なる玉と二の玉は、影響が強すぎて、持つことができないとのことだった。僧侶は札を貼った二つの切箱を渡し、絶対に人目につかない場所に保管すること、絶対に開かないことを約束させ、彼らは、死の玉、三の玉を持ち、集落を去った。僧侶は故郷の寺に、また、人形技師は、自宅の蔵にそれぞれ地下を作り、決して出さないように隠し、生涯封印してきたのだった。私はそこまで聞き終わり、一息ついた。一気に話されたことを頭の中で整理し、自分自身で分かったこと、分からないことをじいちゃんに聞いた。つまり、あの廃寺が僧侶の寺で、地下が夢見を隠した場所だったわけだろ？なら人形技師の蔵も近くなのか？あ、近くだ。っていうか、その人形技師が、俺の何代も前の先祖ってわけだな。そうなの？てか、言えよ。お前に言ってどうにかなるか？A は拗ねたように黙り込んだ。あの離れの蔵が、霊の蔵だ。しっかり、毎年鍵を変えて補強してるから、安心しろ。あの寺も、廃寺になる時に、坊主に、しっかり管理して、持っていけと言ったんだがな。怖くなったんだろうな。なぜか、自分自身の不始末のように、じいちゃんは暗い表情だった。
ってか、ハイジの夢見はどうなるんだ？じいちゃんが二つ持つのか？いや、二つ同じところには保管できないし、今は切り箱を作り直して札を貼ってるし、知り合いの住職に頼んであるから心配いらんぞ。みんな、安心して一息ついたところで、ずっと黙ってたイが口を開いた。あの、ケイは、命が助かったら元に戻るんですよね？いや、気の毒だが、命が助かってもどうにもならんな。あれから逃れた術は聞いたことがない。そうですか。イはそう言って小さく泣いていた。ケイはその3日後に病院で息を引き取った。じいちゃんがケイの葬式後に言った。ケイちゃんは本当に気の毒だったが、お前たちは生きてる。ケイちゃんの分まで精一杯生きることが最大の供養になる。その言葉を胸に今日も全力で生きている。宗介さん、かわいそうね。ああ、おさの使用人の罠にかかった感じだよな。この動画をご覧の皆さんは、この話の中で、一番ヤバい人は誰だと思いますか ?1、野心が強すぎる使用人。2、人を見る目がないおさ。3、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。